今日は厚木市の飯山白山森林公園に来ました。お寺長谷寺、長谷寺って読みそうですけど、長谷寺に車を止めて、これから山を登ってハイキングコースを一周したいと思います。今まだ寒いので山開出ないと思いますけど、出る時期はここにね、ちゃんと虫除けのスプレーが入り口のところにあるので、こう必要なところにかけてから登りましょうということで、ちゃんと準備があります。今長谷寺の駐車場でこれから出発するんですけど、男坂女坂あって、とりあえず女坂を選んで登ります。出発点からそんなに遠くないところに神奈川の名木百選の犬巻があります。飯山観音の犬巻、すごい室町時代末期頃植えられたと伝えられている厚木市の天然記念物指定されています。伝承400年。へえ。長谷寺のお堂の横にハイキングコースの看板がありました。ここから本格的に始まる感じかな。女坂を入ったところにすぐ通っちゃいけない感じってなってるんですけど、これは鳥獣被害対策でできた扉で、人間は通っていいけど開けたら閉めてねっていうことが書いてあります。上に電流が通っているそうです。開けて通ります。扉を開けた方は必ず閉めてくださいと書いてあるので、よいしょ。鹿やイノシシがよいしょ、鹿やイノシシが勝手に通らないよう、こうずっとね、長く柵が伸びてます。おお、すごい長く伸びてる伸びてる。ロープとか針金とかで補強してるけど、杭も結構崩れて倒れて。ウサギの案内が、女坂の入り口のとこにも地味に立ってたんですけど、今度は T 字路になってるところで、こっちが頂上ですよと示してくれています。よいしょ。女坂で結構大変なんですけど、男坂行ったらもっと大変だったんでしょうかね。やっぱり台は 木と鉄で作られて、木道が、おお、深い谷が見えるよ。またちょっと一部新しくしてある木道がありますね。おお、ダメになっちゃったところと新しいところとね。深い谷が、女坂を息を切らして登っています。これで女坂だったら男坂どんなんなんや。展望台が、登ってきたら視界がすごい開けて、パノラマすごいいい見晴らしです。頂上白山展望台のところに
テーブルと椅子があるので、ここでお昼ご飯をいただきます。唐揚げ専門店、ハッピー商店で唐揚げ買って、おまけにスープがもらいました。唐揚げ美味しいです。はい、白山の展望台です。だいたい300度ぐらいパノラマが広がっています。なんか川崎とか東京方面から横浜、遠くにランドマークタワーだろうなあれがっていうのも見えて、南の方は海も見えて、あの辺湘南なのかなっていう感じですね。で、西の方に行くと、あれは真鶴半島かなっていうのも見えてきて、で、そのままずっと山が連なっていて、ずっとね、広く見えます。大きいから多分大山あちらに山と町の際のところに大きな建物が2つ見えるんですけど、その建物のこっち側のところが七沢森林公園で、そこから昔からの巡礼の道っていうのが今ハイキングコースとして残されていて、それがこちらまで続いてます。今日歩いたのは違いますけど気が曲がっててラジオ体操みたいだなと思いました釜山にある釜山神社井戸の跡というか井戸というかそこにちょっと水が残ってるのと、あとなんかここから水が出てたのかな、ね、お手水用みたいな竜がいます。釜山神社です。だいぶ読めませんね。コースの結構ど真ん中っていう感じのところで木が倒れてます。杉の木かな。杉の木は割と根が浅いから倒れやすいみたいなんですけど、台風の時にでも風で倒れちゃったんでしょうかね。まるっきりこの木の根っこの裏側が見えてます。横から見ると結構な太い木で迫力があります。おお、こんな太いの倒れちゃったんだっていう感じ。結構な太い木が倒れてたんだなっていう。こんなの大丈夫ね抱えられないぐらい太い。風がねすごかったんでしょうね。尾根だからまあ一番風が当たるしね。すごい地面がねこ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 な地面になっています。よいしょよいしょ。ここは桜山っていう看板が立ってましたけど、パッと見木肌が桜っぽいものがないので、この山全体に山桜が多いっていうことなのかなと予想しました。なんかすごい ちゃんとした看板が立ってるのはいいんですけど、こ急勾配で階段はないわ、横はなんかちょろっとロープがあるだけだわ、ね、結構な冒険コースです
これただの坂だよ、土の階段が崩れちゃったのかなあ、石はあるから違う、いやなんかただの坂っぽいんだけど、あ、階段があった、階段になった、こっから階段、でも階段もなんか階段と階段の間も坂道、よいしょ、紀伊国平こちらっていうところ降りてきたらちょっとですごくシダやササいろんな下のね林床林の床って林床の植生が豊かなところに来ました。木が倒れていてどっからしょ、紀伊国平って看板があるところに来たんですけど、何がどう紀伊国平なのかよくわからない、紀伊国はまあわかるけど、でも 木はねここじゃなくてもいっぱい生えてたし、平らなのか平らだったのかっていう感じです。今日のコースで結構目につくのがこの防火用水、神奈川県の防火用水で、今ちょっとあちこちの山火事が話題にニュースになっているので、あ、防火用水ちゃんとここはあるんだなっていうのが分かりました。もうコース中に数多く置いてありました。紀伊国橋、紀伊国橋だそうです。よいしょ、登って降りてまた登っております。結構な坂になっているみたいです。公園って感じ。さっきは山無理って感じだった。鳥獣害対策の柵と扉がまたありました。こっち側は案内が読めるようになってないけど、開けたら必ず閉めてくださいという扉ですね、書いてある。鳥獣被害対策として電気柵を設置しています。扉を開けた方は必ず閉めてください。こういう 2-2 の扉、厚木市、よいしょ、もう行き過ぎね、この上を等圧電流が通ってるんだね。飯山白山森林公園回ってまいりました。最初はこの女坂で行ったんですけど、ここがこう女坂っていう名前の割に意外にきつかったです。で、大雨の時とか台風とかが崩れたのかなっていうようなところが長く続くところで、で途中からこう根っこがみっしり生えてる道になったり、桜山から降りてきたらすごく林床が植生豊かだったり、いろんな林山が見れたなっていうコースでした。最後まで見ていただいてありがとうございます。
チャンネル登録お願いします。